ウハンエリデス・オドラツム・エライズ・オーダー・アータム・ロアは卵化の植物の一つ。垂れ下がる家系に、白地に、ピンクの香りのいい花をつける。着生植物で、タンク規制の卵。茎は立ち上がり、普通は高さ20から30センチメートルまで。葉は肉厚、逆釜状に反り、緊密に2列に配置し、超絶型形で先端が丸くて2つに裂け。 長さは15から30センチメートル。開花期は夏。花形は先端が下向きに垂れ、長さは25から35センチメートルになり、20から30個の花を狭い間隔で並べてつける。花は毛が約2.5センチメートル。学片と側花弁は長楕円型で白く、側花弁の先端は黄色になる。新弁は3つに裂けて、水中を包み込む。 今日は大きくて、角状で先端が内側に曲がり、緑色。その形は、シャチのようにも見える。良い香りがする。花の正面随中が新弁で隠されているちなみに、この花は奇妙な点がある。蒸気のように新弁が散列して、随中を囲むのだが、これはまず左右の列片が、随中の左右を囲み、そして、中央の列片が上向きに曲がって、随中先端を塞ぐ位置になる。 という意味である。その結果として、花粉界を抱えるおしべもそれを受け止めるべき中東も、とにかく普通なら花粉媒介のために、昆虫の侵入を受け入れるべき空間が、神弁の裂辺によって封鎖されている、という形になる。つまり、昆虫が侵入しにくい形となっており、この花がどんな風に花粉媒介されるのかについてはわかっていない。湿キムから、ネパール、東南アジア、 じゃは、中国南部からフィリピンまでと、熱帯アジアに広い分布域を持つ。近運園種としては、エクインクワバルナラムが、本種と、最もよく似ており、本種の変種とする説もある。本種よりやや小型で、花の弁先は紫を帯び、それ以外の部分には、紫の祭典を散らす。エローレンセも、本種の変種として扱われたことがあり、草丈1メートルに達し、白地に、 戦士赤色を乗せる花を多数つけ、本属中で最も美しい種とも言われる。洋蘭として栽培される。栽培には禁煙のバンダのようなバスケット栽培が向いている。花が美しく、また香りが良いことも評価の対象となる。寒さに対しても比較的強く、栽培が容易な種である。以下、種として園芸植物大辞典。 P2731 度橋、P219 斎藤、P73 に横田、P148 斎藤、P73 度橋、P219 園芸植物大辞典、P2730 大場 P124。ありがとうございます。